12月27日午前10時地方裁判所第3法廷始まりましたね。これより三剣礼二の法廷を改定します。弁護側は準備完了しています。何も言わないけど、はい、では検察側も準備ができているということで、何ですかその察しろみたいな感じは。待って、どっちが偉いんだかわからないな。そうだよ、裁判長怯えすぎじゃないか。では狩野検事冒頭弁論。言わないんかい。はい、では冒頭弁論は特になしということで、勝手に進めるの裁判長。ほら怒られてますよ。我が輩は今意味深な間を取っておったのだ。あなたもなんかややこしい間取るなよ。はあ、それはどう、予告しよう。本日の法廷はこれより3分以内で終わるだろう。出たこれ。終わるわけないんだから3分で。静粛に。どうせあのさ、ボート小屋のさ、あの人が来るんでしょ、男の人が。あの人相手に3分で終わるわけないじゃん。カルマ検事、今の発言は一体どういう。貴様もいちいちうるさい男だ。3分と言った以上無駄な時間はない。さっさと証人を呼ばせてもらうぞ。揺さぶりまくっても3分なんてとうに過ぎてる感じにするわ。そんな、はあ。では決定的な目撃者を入廷させていただこう。あのボート小屋の謎のおじさんか。この人相手に3分とか無理だろ。証人、職業、もが、はあはあ。ひょうたんこ公園で蕎麦屋長寿庵を、あ、そう、逆転裁判6に出てきた、すするくんの、蕎麦屋さ、打ち立て庵でしたね。長寿庵じゃないわ。打ち立て庵だ。あ、その、ボート貸したりしております。はい。証人は事件の夜はボート管理小屋に、え、はぁ、おりましたです。はい。では証言。ちょっと待てよ。ん？あのおじさん結局誰なんだよ。あ、でもちょっと分かってないよね。誰だか分かってない状態でさ、蕎麦屋長寿庵だの。ねえ、なんかわけのわからないこと言ってる状態でさ、証言させるのもあれだし。ちょっと待ってください。証人はまだ名前を言っていません。聞いてなかったのか弁護士。我が輩は3分で法廷を終わらせると予告したのだ。知りませんよそんなの。あなたの都合なんてこっちは知ったこっちゃないんです。しっかりとした審理をしたいだけなんですけど、くだらぬ質問をせずに協力したまえ。誰が協力するか。するわけないだろう。証人、名前をお願いします。もが、それが、はっきりしないもんで、はい。どういうことですか？記憶が、裁判長、この証人には数年前より記憶がないのだ。従って名前もわからない。記憶がない。踏む記憶が。しかし事件を目撃したのは3日前。証言するのに問題はない。それはどうでしょうね。そんな危うげな証人どうかと思いますけど。わかりました。では証言をしていただきましょう。事件のあった夜目撃したこと。あれは24日の夜12時ちょっと過ぎのことでした。はい。いつも通り蕎麦屋、ボート管理小屋にいたです。そしたらパーンという音が聞こえたです。はい。窓から外を見ると、ボートが一つ浮かんでおりまして、その時もう一発、パーンと、二発。合計二発ね。そのうちボートが帰ってきて、男が一人窓の外を通りました。男が一人。踏む。では、尋問。何？この証言に文句をつけられるところなどない。従って尋問など必要なし。いや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 、尋問
する権利はこちらあるんですけども、というかもう予告した3分まであと10秒しかない。裁判長、判決を。バカかな、この人。はぁ、なるほどくん、どうしますか。何が3分だよ。何を言ってるんですか、当然するに決まってるでしょ。でもそうですね、わかりました。うおー、なんだ。どうした、発作でも起きたか。どうしました、カルマケンジ。3分経ってしまった。そうですか、ではゆっくり行きましょう。裁判長もなんか呆れてんじゃねえかよ、なんかもう。弁護人陣も。あれは、カルマさんのギャグだったのか。あれは24日の夜12時、ちょっと過ぎのことでした、はい。12時ちょっと過ぎですか。そうだな。間違いないですか？ないと思うがな。昨日は時間に関してはあやふやでしたが、なぜ今日はそんなにはっきりと？我が輩から頼んでよく思い出してもらったのだ。そうだな、商人。もうか。そんなに睨まないでください。その、はっきり思い出したです、はい。そういうことは続けてもらおう。何かあるな。いつも通り蕎麦屋、ボート管理小屋にいたんですよ。それを証明してくれる人はいますか？さゆりさんかな。ダメですよ、そんなの。あのオウムが。なるほどくん。そんなのとは何ですか？さゆりさんに失礼でしょう。いや、さゆりさんってオウムなんですよ。オウム？固いこと言うなよ、ゆきひろ。ゆきひろ。ややこしいことになるから。証人が管理小屋にいたことは証明できない。それは認めよう。とにかく証人、先をお願いする。そしたら、パーンという音が聞こえたです、はい。その音はどこから？湖の方からだったかな。間違いないな、証人。はあ。では続きを。窓から外を見ると、ボートが一つ浮かんでおりまして。ボートには誰が乗っていましたか？遠かったもんでな、はっきりとは。多分男が二人かな。はっきり見えなかったんですね。うん、その時はな。まあだからさ、窓の外に来た時に、まあ絶対はっきり顔は見てるはずなんで、そんな近さならね。もう一発か。銃声は合計二発聞こえたわけですね。そうだよ。昨日夏美さんもそう証言していたな。そのうちボートが帰ってきた男が一人、窓の外を通りました。ここがね、ここがちょっと深く聞きたいところではありますが、窓の外とは、いやそのまんまだよ。小屋の窓の外のことだよ。じゃあその人物の顔をはっきり見たわけですか。まあなあ、霧がいくら濃くても目と鼻の先だったからね。それは重要なことです。証言に付け加えてください。誰だ。クックック。これを言わせるがためのカルマさんが仕込んだ感じですよね。その男は被告人で、まさか人を撃つことになるとは、と言いました。三つるぎさんだったと言うんですか。間違いありませんか。おいおい、重要だぞ、お父さん。間違いないぞ、ゆきひろ。まさか撃ってしまうとは、と言ったんだよ、あの男は。なるほど。証人、それは三つるぎ零時に間違いないか。こいつだ、その三つるぎくんだ。あ、三つるくんだ。どうだろうね。やっぱこの人の言ってる感じは、
これは決定的な証言ですね。疑問の余地はありません。いやでもこんな危うげな人が言ってることですよ。カルマのやつ、わざと僕に尋問させて証言にインパクトを与えたな。最初に3分って言ったのもあれか。ここまで持ってくるための策だったのか。なるほどくん、法廷の空気が嫌な感じだよ。みんな私たちを睨んでる。ここで何か手を打たないと審理は終了してしまう。そうですね。まあ、やっぱ異議は言っていきましょうか。裁判長、はっきり見てるんだよね、でもね。これだけじゃ何とも言えない気がするな。この人の証人としてのその、まあ、発言能力があるのか、まあ、その、なんていうのかな。この人の記憶が、見たことが信頼できるのかっていうところに持っていかないとダメなのかな。三菱が発砲していないことは昨日の法廷で証明したはずです。弁護人、もしかしてそれは、ピストルについているのは被告人の右手の指紋なのに、写真で発砲しているのは左手だからという話か。なんだなんだ？その辺もなんか、手をこまねえてきたか？何かしら仕掛けを。そんなことは何とでも説明がつく。撃った後、一度指紋を拭いたのかもしれない。でもなんでその後右手の指紋ついてんだよ。ドジっ子かよ。そんなことより。今の証言で全ては明らかではないか。ふむ。裁判長は考え込んでいる。え？これは、どうすればいいんだ？いや、それでもやっぱり、食らいつかないと。裁判長。三つ麦がまさか撃つことになるとはと言ったかどうかは、その証人の発言があるだけです。あ、ていうかそうだよね。前回の調査の時にも分かったんですけど、ひょっとしたらこの男性は、DL65 事件に関係してるかもしれない。ということは、この人の発言、証言も、信頼できない可能性があると。仕組まれてるものの可能性もあるっていうことを、明かしていかないといけないかな。そう、嘘をついている可能性ね。弁護士、法廷では証拠が全てを語る。そんなことすら貴様はまだ理解していないのか。証言が嘘だというならその証拠を提示したまえ。なるほどくん、証拠は、ダメだ。今度こそ何もない。どうにもならないよ。正直なところもうどうしていいかわからないんだ。お願い。お姉ちゃん助けてよ。負けちゃうよ、なるほどくん。どうなるんだっけこの後。ふっくっく。3分はさすがに無理だったが。開廷から15分。これは新記録だろうな。そこまで。証人は下がってください。ぐぅ。ダメだもん、あの人。本法ではこれ以上の審議の必要性を認めません。さらに被告人に対する判決を決める時間も必要としません。これは極めて明白な事件です。疑問の余地はない。そんな、あれだか決まりそうだな。ふん。被告人、水木玲治に判決を言い渡します。あれ？有罪出ちゃったよ。被告人はこれより身柄を、え？ちょっと待って。一ヶ月以内に高等裁判所において通常裁判を受けることとします。では本日はこれにて閉廷。あれ？終わっちゃうんだけど。あれ？ちょっと待てー。今のは一体誰が？俺だー。あはは。そうだそうだ。やはりがいましたよね。そういえばね。なんですかあなたは。俺の話を聞いてくれよ。こいつも一応目撃者というか、事件のあった時間ぐらいにその現場にいた人間なんだよね。そういえばね、やはり俺事件があった日の夜、あの公園にいたんだよ。昨日まではっきりしなかったんだけど、今日になって俺思い出したんだよ。何をですか。銃声だよ。俺も聞いてたんだよ。
俺は話を聞かねばならないですよね、静粛に。これは何の騒ぎだ。判決はすでに下された。我が輩は平定を求める。待ってください、カルマ刑事。そうそう、今の彼のね、証言というか発言を聞きませんでしたか。あなたは銃声を聞いたのですか。そうなんだよ、聞いたんだよね。俺さっきから客席で証言を聞いてたんだけどよ、なんか俺の記憶と違う部分があるんだよ。それなのに三つ類が有罪なんて俺納得できねえんだよ。俺証言するからさ、聞いてくれよ。俺は聞きましょうよ、皆さん。静粛に。こんな事態は初めてです。どうすればいいのか。裁判長、すでに判決は下った。審理は終了だ。なるほど、やっぱりさんがくれた最後のチャンスだよ。確かに、あいつがやはりだけに心配だが、いやまあでも、あいつは事件の陰にやっぱりやはりだからそう言われて20数年事態がより悪化する可能性もあるけども、三つ類検事、有罪判決受けちゃったんだよ。状況が今より悪くなるなんてことありえないよ。そうだね、そうだね、分かった。裁判長、目撃証人がいる以上僕たちは話を聞くべきです。そうですね、しっかりとさ、その目撃した人物全員の話を聞いた上でこの審理を決めましょうよ。今すぐこの場で、必要なし、判決を覆すことなどできない。まだわからないでしょ、そんなことは。ふむ、裁判長。私の考えを言います。裁判ではいかなる場合でも誤った判決は避けるべきです。そのためには目撃証人の話は全て聞かなければならない。何を言う。先ほどの有罪判決は撤回します。おい、危ない。カルマ検事、この証人に証言を求めることを要請します。今すぐに。なんだと。これより5分間の休憩を取りたいと思います。その後この証人の話を聞くのです。では休憩に入ります。やはりはコントロールできないぞあいつはね、カルマさんの手がかかるようなことはないと思うので。あ、危なかったすまないな、ミツルギ、ハラハラさせて。一回有罪判決降りちゃいましたからね、撤回されたけど。ふっ、これぐらいの修羅場なんてことはないさ。油汗びっしょり書いて何か言ってるよ。それにしてもやはりのやつ、何を言うつもりなんだろう。やっぱりさん、あの夜公園にいたんだっけ。ミツルギさんもびっくりしてるでしょうね。やはりだとみたいな感じで。確か、その壊れた殿様像を、まあ、そう、湖に飛んでった殿様の人形を、まあ、探してた。ああ、そういえばあの夜見つけたんだっけ、殿様の人形とゴーベ。そうだよ、これ確かすげえ重要なんだよな。やはりの行動というか、やはりがその目撃したことが。おい、ニツルギ、なんだ、なるほど、なんだじゃないよ。どうしたんだ、ボケとして。いや、ちょっとな、あの水類検事、前から聞きたかったんですけど、なんだろうか、どうして凶器に検事さんの指紋がついてるんですか。ああ、まあ、そうだね、その流れをちょっと具体的に。相手が、湖水に落ちた時に私は呆然となった。何が起こったかわからなかったのだ。その時目の前にピストルが落ちていた。つい考えなしに拾ってしまったのだ。考えなしに、特に理由はない。なるほどね、なるほど、これはチャンスかもしれない。チャンス。カルマ検事はこれまで
完全な裁判しか経験したことがない。完全な裁判？完全に手なずけた証人に、なるほど、完全に揃えた証拠品。彼が決して負けない理由はそこにあるのだ。しかし、今回初めてそれが崩された。やはりという人間の登場によりな。カルマ検事は一度も話したことのない証人に証言させることになる。しかも証人はあのやはりだ。ということは、隙だらけの証言になる可能性が高い。なるほど。いけるかもしれないと。やったね、なるほどか。まあ、五分五分だな。これでやっと五分五分に並ぶかもしれないな。これで10分でやられちゃうなんてこともないね。だから裏から手を回せれることはないから、正々堂々勝負ができるということですよ。ミスリーがやったかやってないか、そのことに関して追求できる。正々堂々と。相手はあのやはりだがな。12月27日、午前10時35分、地方裁判所、第3法廷。あの時本当は何があったのか。では審理を再開します。証人。事件のあった12月24日の夜、あなたが見たこと、すべて証言してください。任せてくれよ。頼むぞ、やはり。本当にな。認めたくないが、お前が最後のチャンスなんだ。頼むぞ。カルマも証人を手なずける暇はなかった。ミズリーの言った通り、隙が生まれればいいんだけど。事件の夜、目撃したこと。俺あの夜、湖でボートに乗ってたんだよ。そうらしいよな。探し物があって、で、それが見つかってさ、ボートをこっそりボート屋に返したわけよ。で、帰ろうかなと思った時に、パーンって音が聞こえたんだ。俺が湖を見た時はボートには気がつかなかったぜ。パーンって鳴ったけど、湖を見た時にはボートは気がつかなかったと。その一発の音を聞いた後は何もなかったんで帰ったんだ。何もなかった。おかしいですね。これまで、夏美さんやあのボート小屋の主人は、2発聞いてますよね、銃声を。ふむ、なんかいろいろ問題がありそうな証言でしたね。とりあえずそうだね、多分、他にもいろいろな問題はらんでる。とりあえず弁護に尋問をお願いします。はい。どうしたの、なるほどか。やはりだけに何が出てくるかわからなくて。ちょっと怖い。でもここまで来たら、やってみるしかないって。最後のやつが気になったね。俺あの夜、湖でボートに乗ってたって。どうしましたか、弁護人。ツッコミどころが多くてどこから始めようかと。そうだね、壮大な物語が展開されることになっちゃうからな、一個一個。ねえ、揺さぶっていくと。はあ、とりあえずそれは何時のことでした。あと大事、湖にボートを出したのは11時過ぎだったぜ。なるほど、まだあの公園11時を過ぎると人がいなくなるからさ、その時間になるまで待ってたんだ。なぜそんな時間にボートを。探し物があってそれが見つかってさ。探し物？まあな。証人、何を探していたんですか。証人が何を探そうか事件には関係ない。まあ、関係はないけど、大方ヒョッシーでも探していたのだろう。まあまあ、ある意味合ってるかもしれないな。実はその通りだったりするんだよ。そんなことはどうでもいい、早く終わらせてもらいたい。ボートをこっそりボート屋に返した。それは何時頃のことですか。それなんだよな。探し回ってたのは1時間ぐらいだから、多分12時頃だと思うけど、時間帯は、でもあれだね。その、ボート街の主人が言ってた、あの時間帯と一緒ぐらいだね。はっきりしないわけですか。なんでその顔は。俺、明石の天文台じゃないんだぞ。進歩のないやつ。で、帰ろうかなと思った時に、パーンって音が聞こえたんだ。
なるほどな。その後はどこから？それがさ、わからなかったんだよな。湖見ても何もなかったんでしょ？あたりは見渡したんだけど、湖の方を見ました。ああ、見たぜ。俺が湖を見たときはボートには気がつかなかったぜ。湖の上にボートはなかったんですか？俺は重要な証言だ。静粛に静粛に。そうなのですか、証人。いやー、そんなに盛り上がられると困るな。霧が濃かったし、ボートがあったかどうかはっきりわかんねえ。まあそこら辺はまあ曖昧か。大事なことなのに。ふん。ここだよな、大事なのは。一発の音を聞いた後は何もなかったんで帰ったんだ。今まで その証言してきた人をすべて、これでいけっかな。目安の銃声。他ないもんね、これだな。12月25日の午前0時過ぎに、2発の銃声のような音を聞いた。言ってるんですよ。冒頭側の指示もそういうこと言ってたんですよね。ちょっと待てよ、やはり。今までの奴らとの証言食い違うな。なんだよ。お前パーンって音、一発しか聞いてないのか。そう言ったろ？でも、昨日の証人の大騒ぎ夏美さんも、さっき証言したおじさんも、パーンっていう音を2回聞いてるんだぜ。どういうことかな。どっちが本当なのかな。お前本当にちゃんと聞いてたのかよ。耳掃除ちゃんとしてるか。耳かっぽじってよく。おい、なるほど。なんだ、さっきからちょっと気になったんだけどよ。俺、証人だぜ、証人。お客さんよ、今は。そのカジュアルな口の聞き方やめろよな。あ、タメ口やめろと。なるほど。そこ、まさかそこに突っかかってくるとはな。証人、なんだ。本当に一回しか音を聞かなかったんですか？実はさ、はっきりしないんだよね。なんだ、はっきりしないって。はっきりしないとどういうことだ？いや、俺さ、もしかしたら一発聞き逃していたかも。そういえばよ、俺、あれ聞いてたから。あれ？あれとは？あれって？ラジオだよ。ラジオ。ヘッドホンでさ。何？いや、これが大事なんだよな。思い出したわ。静粛に静粛に、ブーイングはやめてください。ブーイング。ブー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 って。少年。あなた、ラジオを聞いてたんですか？なんだよ、その人を蔑んだよ、ダメは。悪いかよ、ラジオ聞いちゃうよ。ふぅ。カルマケンジ、何か意見を。時間の無駄だ。我が輩はこんなうさんくさい証人は、認めん。いや、大事なんだよ、これが。ちゃんと話聞こうぜ。ふぅ。どうしますか、ナルト君。証言を続けてもらえますか？続けてもらいましょう。これやめたら終わりですからね。裁判長、お願いします。証言を続けてください。何かが見えそうなんです。もうちょっとで。引き際を知らぬ弁護士ほど、惨めなものはないな。引き際だと？聞いたら終わりなんだよ。では、証人。ラジオのことも含めて、もっと詳しく証言。おう、任せな。やれやれ。何が飛び出してくるか。クリスマスイブだってのに一人なんて寂しいじゃねえか。だからよ、リクエスト番組聞いてたわけ。それはもうガンガンの大音量でさ。ガンガンの大音量か。でも銃声っぽい音を聞いたのは間違いないぜ。音が聞こえた瞬間の DJ の言葉もはっきり覚えてるよ。音が聞こえた瞬間の DJ の言葉ね。ラジオ、しかも大音量で聞いていたんですか。なんなんだよ、さっきから。いいじゃねえかよ、ラジオぐらい聞かせてくれたってよ。あいつ何が問題なのか完全に分かってないな。そんなのを聞いてたのに関わらず、ちゃんとその、何、目撃とか音を聞いたりとかしてたのかっていうね。いろいろ怪しくなってきましたよね。この流れだとね。裁判長。こんな証人の言葉が信用できるだろうか。大型西洋太鼓の音とでも聞き間違えたのだろう。確かにそうですね。証言には信頼が。
待ってください。この男はね、事件にやっぱり、事件の陰にやっぱりやはりと言われてきて、もう二十数年。証人は音がした瞬間の DJ の言葉を覚えていると言った。DJ? アナウンサー、お便りを読む人のことです。とにかく、問題の音がした瞬間、音楽は鳴っていなかったのです。だから音が聞こえた可能性は十分あります。尋問させてもらいますよ。わかりました。危ない危ない。あやういぜ。クリスマスだったのに一人なんて寂しいじゃねえか。カズミはどうした、カズミは。だからラジオ?そうよ。誰かに語りかけて欲しかったんだよ。わかるだろうな、なあ、この切ない気持ち。こんなところで揺さぶるんじゃなかった。まあでもなんかね、ラジオ俺も夜寝るとき絶対聞いたりするんですけど、なんかわからんでもないな。だからよ、リクエスト番組聞いてたわけ。リクエスト番組。ちなみに何という番組?事件には関係ない、答えを聞く必要もない。それで時刻がはっきりするかもしれないじゃないですかね。異議を認めます、ダメだったから。証人はラジオを聞いていた、それで十分です。どれぐらいの音量で聞いていたのですか?爆音ですよね。それもガンガンの大音量ですわ。ガンガン。まあな、ヘッドフォンをつけていたんですよね。そうだよ。外の音など聞こえそうもない気がしますね。まあそうだよね。普通は聞こえないかもしれないね。ガンガンの大音量で、ヘッドフォンまでつけてた。でも銃声っぽい音を聞いたのは間違いないぜ。でも聞こえたんですよね。それ照明なんかできるわけないか。まあ照明はできないけどさ。俺その時のこと詳しく思い出せるぜ。話してるうちに記憶がはっきりしてきたからさ。お?いいじゃん。音が聞こえた瞬間の DJ の言葉、はっきり覚えて何て言ったんですか?ちなみに。何て言ってた?弁護人、頼むから無駄な質問はやめたまえ。カルマさん、口出しはやめてもらえますか?今大事な話を聞いてるんですよ。そんなことを聞いてどうなるというのか。そうですね。特に意味があるのならば質問を許しますが、意味は十分にあります。そうだな。別に深い意味があって聞いたわけでもないし。わかりました。え?あれ?俺今。ちょっと待って待って。間違えた。選択間違えた。意味はありますよ。何言ってるんですか。さっき間違えちゃいました。意味はあります、もちろん。どんな?まあ、だから、そのラジオをね、どんなラジオ聞いてたっていうのが分かるわけじゃん。それで。それは聞いてみないとなって思う。この証人の記憶能力を確かめましょう。証人、証言してください。パーンという音を聞いたとき、ラジオのアナウンサーは何を?クリスマスはもう目の前ですねって言った瞬間に音がしたんだ。クリスマスはもう目の前ですね。ということはまだ0時前ということですよね。まだ、なってないわけですよ。ということはですね。夏美さんが銃声を聞いたのが午前0時過ぎなんですよ、2発。やはりが聞いたこの音っていうのは、0時より前なんですよ。まだなってないんだよね。これはちょっと、おかしな話ですよね。この写真が撮られたのも、0時15分。これよりも前ということだな。これ、落ちじゃ突きつけるか。0時過ぎに聞いたって言うけど、やはりが聞いたのは0時前。やはり、いや、証人。今の証言間違いないか。え、なんだよ、怖い顔して。俺をビビらそうったって、そうはいかねえぞ。これでやっとね、凶器となったの拳銃から3発発射されたっていうことと、いろいろ合点がいきますね。どうしたんですか、なるほどくん。裁判長。こいつは今、こう証言したんですよ。クリスマスはもう、目の前ですね、と DJ が言ったとき、銃声を聞いた。それがどうかしましたか?
クリスマスは目の前。ということはいいですか？まだなってないんですよ。こいつが銃声を聞いたときはまだクリスマスイブだったのです。そうなりますね。しかし、夏美さんとさっきのおじさんははっきり証言している。0時過ぎに。銃声を聞いたのは午前0時を過ぎていたと。つまり、夏美さんたちはクリスマスになってから銃声を聞いている。これは明らかに矛盾しています。静粛に静粛に。どういうことですか？これは確かにどういうことなのかはよくわからないかもしれない。ただその時間にも銃声は鳴っているということで、二人の証人は0時過ぎに銃声を聞いている。しかしこの証人は0時前に銃声を聞いたという。裁判長、簡単なことだ。その証言台の男が勘違いしたのだ。見るからにそそっかしそうな男ではないか。なんだと？まあまあまあ、確かにその可能性もなきにしもあらずかもしれないが、なるほどくん、どうですか？やはりくんが12時前に銃声を聞いたというのは、いや、正しいことなんじゃないんでしょうか？やはりは間違っていない。0時ちょっと前に彼は銃声を聞いたのです。なんか夏美さんもですね、なんか言ってたんですよね。実は12月24日午後11時50分に何も写っていない湖の、ところに何も写っていない写真が撮影されてるんですよね。これと繋がってくるんじゃないだろうかと。面白い。そこまで言うからにはもちろん証拠があるんだろうな。0時より前に銃声が鳴ったという証拠だ。多分これでいけんじゃないかな。この写真を見てください。昨日の証人大騒ぎ夏美さんが例のカメラで撮影したものです。撮影時刻は12月24日の午後11時50分です。0時前ですね。ほうほう、何も写ってないですよね。でもこの写真には湖の他に怪しいものは写ってません。だからやはりの証言と一致するわけです。やはりさんも湖には何もなかったと。何が写ってるかこの際問題ではありません。問題なのはその写真がなぜ存在するのか。破裂音が鳴ったからですよね。どういうことでしょう。いいですか、写真はあるカメラで自動撮影されました。破裂音に反応してシャッターを切るようにセットされたカメラで。そうです、つまり破裂音が鳴ったんですよ。その時間に午後11時50分にも破裂音が鳴ったのです。だからこの写真が存在する。つまりやはりが銃声を聞いたのは間違いなくクリスマスイブだった。そうなるとどういうことですか。その時間に事件が発生した可能性もあるということですよ。大騒ぎ夏美さんは0時過ぎに銃声を聞いたと証言しました。彼女の方が間違っていたのですか。いや、すべて合ってるんじゃないでしょうかね。実際だってさ、自動撮影はされてるわけだから。実際カメラはそう、0時15分にも写真を撮っている。あの夜、銃声は25分の間を空けて2回鳴ったのです。一体なぜ、そんなことか。ごまかされてはいけない裁判長。カメラはあくまでも破裂音に反応したに過ぎない。どういうことですか？11時50分になった破裂音が銃声だったという証拠はない。ああ、そう来るか。そこの証人がくしゃみをしてカメラが反応したのかもしれん。俺はくしゃみなんかしてねえぞ。そんな音で反応するかな。あ、でもくしゃみでも鳴ってたな、確かに。ふむ。さて弁護人、そうですね、そう言われるとどうかな。まあもう後には引けませんよ。私に提示してください。11時50分になった破裂音が銃声だったという。そうだな、これはどういう感じでいけばいいかな。まあそのそうですね、これだけじゃダメだな。
そうですね。まあ、3発発射されてるっていうのが、3発発射されてるっていうのがやっぱ癖者なのかなと。その、まあ、2発銃声は聞いてるんですよ。夏美さんもそのボート側の人も。やはりの聞いたやつを合わせると、合計3発に当てはまるので、そういうことなんじゃないかなと。証拠はこれですか？凶器ですか？ずっと気になっていたんですよ。昨日の証言では銃声は2発だった。しかし凶器のピストルは3発撃たれています。残りの1発はいつ撃たれたのか。今その答えが分かりました。0時ちょっと前、やはりが聞いたのがその銃声だったのです。ひょっとしたら本当の事件はそこの時間に起こったのかもしれませんよね。確かにそう考えるとついつまは合いますね。しかしそうなると不思議なことになりますね。その通り。銃声は25分の間を空けて2回鳴ったことになる。11時50分と0時15分。一体なぜだ？これがなぜかと言われると、この時の段階ではなんか結論は下しにくいんだけど、そこで何か答えを出さなくては。待てよ。25分の間が空いた銃声。ああつまりは、なるほどさんはすべて気づいたんでしょうか、これは。どうしたの、なるほどくん。見えてきたぞ。この事件の全貌が。父様の事件を覚えているかい？うん、覚えてるけど。今回の犯人もね、同じような考え方をしたんだよ。なりすましか。前回、殿様の事件では、胃袋武さんが、殿様の服を着る、衣装を着ることによって、煮干しさんになりすました。今回も、それが行われたんじゃないでしょうか、まゆちゃん。うん。今答えを出さないと、有罪判決を覆すのは無理だ。これから僕は思いつきでこの事件を解決してやる。すごい。すごい、あれですな、乱暴なやり方になってしまいますが、そもそも大丈夫なら有罪判決なんてもらわないよ。僕がなんか変なこと言ったら教えてくれ。わかった。突き進むだけだもん。裁判長、謎は全て解けました。何ですか、なごとくん。ただいまの証言で今回の事件の謎は全て解決いたしました。名推理をお見せしましょう、これから。なるほど、龍一の。どういうことですか、弁護人。くっくっくっ。貴様にも、やっとわかったか。犯人は水流儀0時以外にはありえないということが。ふっ、カルマさんはそこ止まりですか。犯人の思惑の手のひらで踊ってるということですね。そうではありません。もちろん犯人は他にいません。いいか若いの。もう一度落ち着いて状況を思い出してみろ。犯行時間湖の上にはボートが一つ浮いてるだけだった。それは証人の写真が示している。ボートには被告人の三剣と被害者の生倉弁護士が乗っていると今まで思わされていましたね。我々はボートの上で銃声がして生倉弁護士が湖に落ちた。被害者が撃たれた距離は約1メートル。自殺ではありえない。どうだ？ボートの上に残ったもう一人の男が犯人に決まっている。確かにそれ以外は考えられないと思いますが。そうですね。でもそれは被害者が撃たれたのが0時15分だった場合の話です。どういうことですか？この通り、発砲の瞬間の写真もあるじゃないですか。この写真が本当に犯行の瞬間の写真だったのか。この写真は0時15分に撮影されたものですよ。しかしそれより25分前にも、やはりが銃声を聞いている。生倉弁護士はその時に殺害されたのです。そう。そう考えないと犯人はミスルギしかいなくなるからな。弁護士。何を言っておる？ではこのボートの上の人影は一体誰なのだ？前回の殿様事件では、まあ、被害者の胃袋さんが殿様に、
の衣装を着ることによってニボイさんになりすましてましたよね。今回は犯人が被害者のふりをしていたんじゃないでしょうか。ここにいるのは水類と真犯人、もちろん水類と犯人ですよ。犯人は生倉弁護士を11時50分に殺害した後、生倉弁護士になりすまして水類に会ったのです。どうよ、そんなバカなことか。水類はなぜ事件の夜に湖に行ったのかを話してくれません。しかしおそらくあの夜、水類は生倉弁護士に呼び出されて湖に行ったのです。水類は生倉弁護士の顔をよく知らなかった。だから犯人が入れ替わっていてもわからなかったのです。それも利用したと。なんということでしょう。バカな。なるほどか。一体あなたの言う犯人とは誰なのですか。犯人ってさ、まあいいや、犯人とは誰なのですかと。犯人ですか。そいつの名は、わからないですよね。そう、犯人の名前、そんなのわかりませんよ。わからない。貴様はふざけるな。犯人が分かったとは言ってませんよ。ただこのトリックが分かったということで。だって名乗りませんでしたからね。あ、はい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 。となると怪しい人物はあいつしかいないということになるということで、ボート小屋の犯人は、ボート小屋の管理人、あのおじさんですよ。彼は11時50分、生倉弁護士を殺害したんです。管理員のおじさんが？一体どこで？その時間、湖にボートはなかったんですよ。誰かを撃つためにわざわざ湖の真ん中に出る必要はない。今回の本当の殺人現場はボートの上ではなかったんですよ。なんですって？では一体どこだったというのですか？裁判所に本当の現場、やはりがポイントですよね。やはりはその銃声を聞いてるんですよ、ヘッドホンしている中で。ということは割と近めの距離だったということで、で誰にも見られずにやれる場所といったらもうここしかないでしょう。もちろんここです。彼が住んでいる管理小屋ですよ。誰にも見られず被害者と会うことができますからね。そこが殺人現場だったという証拠はあるのか。さっきのやはりの証言を思い出してください。そうだよね、言ってました。やはりはあの夜ボートで探し物をしていました。それを見つけて彼はボートを返します。そして帰ろうとした時、彼は銃声を聞いた。さてこの時彼はヘッドホンをしていました。でも、銃声は聞いている。おかしいですよね。普通は聞こえない。つまり銃声はやはりのすぐ近くで鳴ったことになります。それはどこか。ボートの管理小屋です。そこが妥当じゃないでしょうか。なるほどか。あの夜、ひょうたんこで一体何があったのか。最初から説明してもらえませんか。いいでしょう。はい。なるほどか。大丈夫なの。どうかな。多分最初から順序立てて考えていけばなんとかなるんじゃないかな。あの夜、ボート屋の管理人は生倉弁護士を管理小屋に呼び出しました。これが11時50分頃の出来事です。なんか弾丸論破のクライマックス推理みたいな、なんかね一番最後にやるやつ。やはりの聞いた銃声はもちろんこの時のものです。その後、管理人は生倉弁護士のコートを着て彼に成りすまします。そして水類のボートに乗り、湖の中央へ出た。なるほどくん、ではボートの上でピストルを撃ったのはボート小屋の管理人ですよ。もちろん自分で撃って自分で落ちた。もちろんピストルを撃ったのは犯人の方です。水類に当たらないように適当に2発撃ったのです。ちょっと待ってください。当てるつもりがないならなぜ2発持ったんですか。まあそうすることによってより注目を集められますよね。だからあの場面を見てほしかったんですよ。誰かに目撃してほしかった。そうすれば三つ劇が犯人でできるから。細かいこと聞くなよ。いやこれはいけるでしょ。どうした弁護士、言っておくか説明に詰まった時点で貴様の負けだぞ。
なぜ犯人は2発撃たなければならなかったのか。目撃者を作るためですけども、それは目撃者を作るためだったと考えられます。現に夏美さんだの、まあ実際に見たのは夏美さんだけか。夏美さんとまあやはりも一応食いついてるじゃないですか。やはりは違うな、やはりは実際の犯行の瞬間だから、まあ、夏美さんがね食いつくことができた、まあそれで目撃者を作ることができましたから、犯人はまず一発ピストルを撃ちます。そうすればその音を聞いた人は必ず湖を見る。まあこれ誰もいなかったら結局意味なかったんだろうけど、実際夏美さんも音がしたから湖の方を見ています。さて、まあ、最悪だからボート小屋の人が目撃したっていうことで警察呼べますから、そうだよね、そのボートの管理小屋の人の目撃証言はまあ最初から別に最悪の最悪必要になるけど、どっちかって言ったらそれこそ夏美さんだとか他の目撃証者が目撃証人を作ることを目的とした、そういう行動だったんでしょうね。この行動は犯人は自分から湖に飛び込んだんです。ピストルはボートの上に残して、すごい手が込んでますよこの事件は。なるほど、それを後半から見ていればもう片方の人物に撃たれたと思ってしまうでしょうね。犯人はカメラが設置されているとは知りませんからね。わざと目立つように2発撃って誰かに見てもらおうとしたんです。ふむ、あとは簡単です。湖を泳いで戻った管理人のおじさんは生倉弁護士の死体に元通りコートを着せて、その死体を湖に投げ込んだのです。これが今回の事件の真相です。まあちょっと証拠がね、また今回も例のごとく証拠がまだ上がってない感じですが、法廷係が、今すぐ先ほどの証人を連れてきなさい。あのボート小屋の管理人です。早く。まあ、詳しく話を聞いてその後ですね。話を進めるには。では、あの管理人が来るまでの間、被告人、水木玲二に話を伺いましょう。被告人、証言台についてください。水木君。弁護人の話は聞きましたね。うむ、いかがですか。なぜあなたはあの晩湖に行ったのでしょう。まあ、ここは正直にね。なるほど、弁護士の言ったことは大体において正しい。気味が悪いくらいだ。そう、私は数日前一通の封書を受け取った。生倉弁護士という男からの手紙で、クリスマスイブの夜の12時湖のボート小屋に来い、大事な話があると。大事な話とは？それは言えない。 DR65 事件のことに関することだろうな。ふむ、裁判長だな。わかりか、審理中です。静かに。管理人が消えました。管理小屋にも帰っていません。なんですって。どうしましょう。早く後を追うのです。逃がしてはなりません。消えやがったな。このタイミングで消えるっていうのは、やましいことがない限り、カルマ検事、逃げた管理人は、すでに手配済みだ。ふむ。さて、言うまでもなくこの状態で判決を下すことは不可能です。よって審理を、明朝最終日まで延期します。結果は最終日で、警察は全力を挙げて管理人の行方を探すように。いいですね。そしてもう一つ、一体あの管理人は誰なのか。彼の身元も非常に重要だと考えます。合わせて調査を命じます。では本日はこれにて閉廷。まあまだ全部が明らかになったわけではないが、まあ一段落つきましたね。12月27日午後1時22分地方裁判所、被告人第二控室。なるほどくん、やったね。いやー、やりましたね。考えると入ってたよね、あれね。後から思えば。うん。なんとか有罪判決をうやむやにできたよ。でもでも、カルマ検事もやっぱりさんのデタラメぶりには加担したね。やっぱりさんのおかげだよ。やはりか。
敵に回す恐ろしい男だな。それにしても毎回毎回なんでこうギリギリまで追い詰められるかな。まあそういう宿命を背負った男なんでしょうね。なるほどさんという人は本当にね、依頼人を助ける前にこっちが入っちゃうなあ。光月毎回はちゃめちゃで面白いよな俺の裁判っていう感じで、あの光月刑事なんだろうか、なんでそんな苦しそうな顔をしてるんですか。この分なら明日は多分無罪っぽいです。たまにはちょっとニコニコしてみましょうよ。君たちにはすまないのだが、どうもそういうわけにはいかないかもしれない。あれ、何やらおかしな展開になってきましたよ。どういうことだ。なるほど、ずっと迷っていることがある。君に話すべきかどうか。みつるき、もう時間がない。話してしまって楽になりたい。しかしやはり今は決心がつかない。何を言おうとしてるんだ。それは何の話だ、みつるき。私の悪夢の話だ。私が犯した罪の記憶。お前の罪？殺人の記憶だ。ここに来て